デーブ・トーマスは、カナダ出身のコメディアン、俳優、脚本家、オンタリオ州出身。ジョンとモーリーンの間に長男として生まれたデーブは、小ビジネス界を志す前は、カナダのコカ・コーラの会社で働いていた。後に会社を辞め、ダン・エイ・クロイドや、ジョン・キャンディラが所属していた、即興劇団、セカンド・シティに参加。セカンド・シティ TV などにも出演し、 国内やアメリカでの知名度を上げていく。この番組では、後に脚本としても参加しており、1982年にはエミー賞を受賞している。その後、同じく、セカンドシティに参加していたリック・モラニスと共に、カルトコメディ映画の、ザ・ードベンチャーズ・オブ・ボブ・アンド・ダグ・マッケンジー、ストレンジ・ブルーを共同執筆、監督する。この作品で、モラニスは映画デビューを果たしている。 コメディアンとしての才能も発揮し、1990年には CBS テレビでデーブ・トーマスコメディ賞のホストを務めていた。その後もテレビや映画で俳優、声優としての活躍を続ける一方、アニメーション会社、アニマックス・エンターテイメントを所有しており、2006年にはプロデュースした作品でアニー賞を受賞している。現在3人の父親であり、兄弟のイアンは、 ミュージシャンとして活躍している。ありがとうございます。